お疲れちゃんスラットです。今日はマクダラ即終了15日目、やっていきます。さあ今日で7000いけるかどうかですかね。現在6850ぐらいで、あと5勝か、はい、あと5勝すれば、7000ね。夢のいけっかな。いけるかな、ちょっとね、はい、超怖いとこなんですけども、やっていこうと思います。でまあデッキはね、まあ、いつも通りです。はい、でユニレベも多分上がんないかなという感じだな。まあなんかスケとかね、ちょっと進化してるんで、まあ指南書もね、だからそろそろ負けそうなんで、使っといていいな。まあ金ないんですけど。はい。ってところか。で、ヤナメ13に上げれば、このタワーレベルみたいなのが多分上がって、キングタワーレベルがね、11になって、だからまた違う世界も始まってくるんですけど、まあまあまあ一旦ね、そのブラスターのね、レベルも上げるお金もないので、そしたら一旦これでいいか、いきます。まあ特別変わったセールでもないですね。はい、いきましょうか。いやーマジでね、そのこの企画ね、その結構、もっと美味しすぎる。でも何もいらないや、全然育たないからね、いらないっすね。そのこの負けは前、結構コメントで来るんですよ。早く続き上げてくださいってあるんですけど、怖すぎて。その、負けるのが、怖すぎて、なかなかね、取れてなかった。勇気がなかった、俺には。よいしょ。ってことで、集中してね、やっていこうと思います。で、だいぶ嫌なね、ダガーガールですね。そう、ダガーガールがね、流行っちゃったことによって、よいしょ、俺のウォールブレーカーだったりゴブリンバレルがね、刺さりにくくなっちゃったんですよね。てか高っ、ちょ待って、キョスケコウモリカンストか、なるほどね。このままダメージを受けなかったとしても、俺がダメージを与えれなかったら負けちゃうんで、そこはちょっと気ぃつけてね、集中していこう。いやマジで怖すぎる、許して。あぶね。ちょっと、ちょマジやばいか、なんか寝てんな俺今。進化スキ熱すぎるな、やばい。これ神、こいついなかったら終わってたかもしんない。いやーちょっと待って、削りが、まあまだゴブリンバレルを飛ばしてないんで何とも言えないんですけど、一旦耐えるとこからね。よしよしよし、まずは耐えまして、いやこっからよ。ちょマジで7000行きたいんでね、なんだかんだザップね、飛ばないね、ザップで。よし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 、さあこっからです、反撃開始。まあ言うと俺もダメージ受けてないんで、いやダガーガール相手にね、ダメージを通すのが難しいんだよな。いやスケルトン部隊いたっすよね、墓石、なるほど。まあでもちょっかいかけて、やばい、間に合い、うわー間に合わないが、これダガーが寝てるんだよな今、この間に結構入ってほしい。いやロケコ偉すぎる。さあちょっと入る、いやこのちょっとのね価値だいぶある。よし、さあ芝生、いやーメガナイト強すぎるからの、さあメガナイトの後ろにこれ、攻めやな、め、打ってもいいかもね。スケルトン部隊ぐらいしかないんじゃない？やばすぎる！さ、ドンピシャーからの、ウォールブレーカーも2発入って、ダガーは寝てる。いやー、でけー。さあ、こうなれば、モルタで駆動でしょう。回転も早いね。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。まあなんか、負けそうにはなってないんですけどね。勝たないといけないのがね、
ちょっと怖いですよね。攻めなきゃいけませんから。よし、これなんかどうにかしてさ、リトプリを手に入れることができれば、まあ、オールブレイカーでもいいか。だいぶ世界変わるんですよね。リトプリ欲しいな。この辺も開けて、いらない。まあ、レアとかはちょっと余っちゃってるっすね。ワイルドカードね。ゴールドが欲しい。ゴールドとチャンピオンかな。とオールブレイカーね。さあ、あと4勝ね。で、なんか基本タワーレベルがプラマ1しか当たんないんですけど、いや、タワーの HP でかすぎるだろ。なんかマッチング時間が長いと、なんかプラマイ2とか3とか当たるらしいんですよね。だからこの前タワーレベル12が来たんで、その辺は怖いよね。いやー、こういうマジアチャとかの受けも、やばすぎ。うわ、待って、ガチでやばい。山雨12、なるほど。これやばいな。結構やばいな。うわ、しかも緊急動画。あ、これ終わったな。そんな可能性を考えてなかったな。その、ウォールブレーカーって山雨で飛ばないとかあるんだ。なるほど。いやー、しょっぺー！おもろいや。集中していこうや。進化ナイトかな。まあ、こっからでも勝てんのがクラロワでしょうよ。やめて。あー、 MK、 いやー、だが強え。怖え。いや、これでもホグライダーの受けがないんでね、俺。早く、メガニート、ニート、ニートコストが。2倍でも早く。来そうだったけど来ねえか。いや、いいよ。てか、相手バレルの受けちょっと苦しそう。いや、でけえけど、守れるかな、俺。守れるかな。最悪すぎる。よし、危ねえ。ちょ、マジで。やだー、マジで負けたくない。うわ、いい抜きですわ、そりゃ。このグッドゲーム嫌すぎんな。いやー、マジアチャね。やべえ。待って、やばすぎる、やばすぎる。進化スケ、うわー、危ねー。終わったと思ってた。よっしゃ、マジか。本気で終わってたな。
いやー、よし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 、よく生きた。ちょっとダガーガール、マジで強いんだよな。ダガー俺持ってるっけ。あー、レベル9か。いや、10にはできるんか。いやー、ブラッサーかな。悩むな。さすがにブラッサーの方が安定してるんだよな。いや、てかやなんでオールブレイカー飛ばないのか。ちょっと話変わってくるっすね。上げちゃってもいいか。いや、7000いってから上げたいな。今上げちゃうとデフォルトとして相手のタワーがまず12にはなるし、レベルも高くなる。てか乾燥とかも増えそうなんで、一旦これで粘りたい。あと3章どうにかして。うわって、12だ。エンジェル集中。こまじオールブレイカー単品通らないんだね。なんならゴブリンバレルですらかすり傷やない。いや、ダメ。ああ、使ってくれんならいいよ。いやー、難しい、これ。待ってくんのもやだな。ちょ、マジで。怖すぎる。アーチャー。お？さすがに踏んどっか。いや、ここの、しかもゴブリンバレルがちょっと強いぞ。やな、雨が回んないから。いやー、事故れ。しかもロキゴ残る。ゴブリンが1体か、あれ。残ってんの。いや、まあいい、まあいい。いや、良すぎる。正直。いやー、まあロキゴこれ、勝手に残りそうだな。いやー、ええやん。これがな、普通のタワーとかだったらな、刺さるんすけどね。ダガーガールとね、ブラスターにはマジ刺さんない。相手はリトプリダークプリンスアーチャー、ジャイスキャラみたいなさ、テンプレデッキがいる可能性ってあんのかな。てかキング起動当たり前にしてくんだな、えらいな。まあ無理。これ穴雨で飛ばないドッキリあるわ、普通に今思ったけど。我慢します。いやー、これ許容は良くねえか。いやー、いいよ。いやー、ブラスター強え。いやー、これ用のブラスターっすよね。問題は2019。アーチャー飛ぶのかな？それだけ結構気になっている。オールブレイカー本当にね、飛ばしても刺さんないんで、防衛用だな。ニコスの陸受け。いやー、これしょっぺ、やべ。マジでウォールブレイカーごめんな、さっきからそんな役割しかできんで。死に役。いや、ここでミニペが来る矢なめを使うゴブリンバレルです。よし、計算通り。バルキリで割る。一旦撃ってみるか。飛べ。あー、飛ばないんだ。いや、メガライト強い。いやー、ボムも強い。いやー、こうなればさすがにもらったんじゃないですか。えい、諦めのね。いやー、やなめ、なるほど。12だとちょっともろいか。意味をなしてないな。スケルトンぐらいか。スケコウモリガゴムレ。よし。いやー、待って、でもあと2勝なんだよね。結局でも12と当たっちゃうなら開けていいか。ちょ、ラッキーボックス。お、まだ出会ったことありません、ウルトラね。初めての運命の出会い。まあレアでもいいでしょう、ギリね。これオールブレイカー上げれるな。ちょい、でもまあ矢なめ上げときます。
なんかこの後に普通にウォールブレイカー14とか当たって勝てないみたいな、その可能性だけはなくしとこう。いや進化スキルをカンストも熱いな。まあまあやなめね。さあ13にするとこれでタワーレベル11位になっちゃうっすね。きたキングタワーレベルで11位になったんで、ブラスターもこれ上げとかないとね、もったいなすぎるよね。で宝箱も引けますよと。よしよしよし、ええやん。たまたまチャンピオンとか出ねえかなこれ。出ねえんだよね。おお、なるほど。プリンか。プリンセスタワーの時代は終わった。いらないか。よし、まあ金もない、あと2勝です。まあワイルドカードやなめにも使っとくか。よし、さあだいぶ完成は近づいてきてるんですよね。ああ遠いね。さあ行きましょうか。あと2勝で無敗7戦です。うわー怖え。さあもうこっからは俺のタワーレベルが上がったので12がねデフォルトになってきます。11が来たらラッキーだな。12がデフォで、マッチング時間とかによったら13レベルとかがね出てくるみたいな。あーカンストカンストか。今んとこゴブリンバレルね。あーペッカマジしょっぱいんだよなこのデッキ。踏んでからのこっちでタゲを取ってでかい。えミスってるやん。終わった、勝ったやん。はい勝ちました。止まんねえだろ普通は。うーんメガナイトの範囲でゴブリン生かして頑張って、ガーディアンも出しとくか。おっちゃいてえしな。よしよしよし、いやいいじゃん。いやペッカだけマジで怖いね。ペッカはね去年負けたんでねペッカにしっかり覚えてます。よし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 、本当にこのデッキバランスが良すぎるか。322終わらせてくれよ。135、おいナイス。うわリーチや、ついに来た。あと1勝ね。いやここまで来たら行くしかないよな。まずはユニレベ調査、1,2,3,4,5,6 枚ね、8分の6ね。あまあまあまあだいぶ高いな。さあここ勝てばです。行きましょうか。7000、お11よ。え、しかも7000プレイヤーや。11だとちょっと嬉しいんだけど怖いよね。さあまずはやな雨で、ウォールブレーカー飛ばしてもマジで意味がないで、進化がたまるわけでもないので本当に捨てのウォールブレーカーです。手札回し、あーテスラか、嫌いだなテスラか。まあ、穴雨なんでクロスボウとか薄い気がするが、さあバルーンの可能性あるね。このデッキはねバルーンきついです。ちなみにいやーもっといい防衛もあったかもしれないが、ちょっとだけビビっちゃいましたね。スケルトン部隊の採用も多いな。やなあめね。いやーマジで、いやバルーンは弱点ではあるんですけど、バルーンに勝つためにブラスターを採用してるんで俺は。さっきちょうど陸受けなかったかんな、仕方ない。ケツメがないと、迎え撃とう。ボムで止まってほしいけどな。いやでかいぞこれ。え
わー、いやめっちゃうまいやん、マジかよ。こっからでも勝てんのがクララワですよと。やべ、いやー焦んな。事故れ、マジ事故ってくんね、ワンチャン歩くね。いや普通に入るわ。おーい、さあ来たー、本当にビビらすんなよマジでさ。7000到達です。7005無敗です。トロフィーゼロから負けずにね、本当に来れると思ってなかったな。さあ7000到達。ちなみに、あ、まあ言うてレベル一緒ぐらいなんでね、だから助かったか。わあ、ナイスすぎる。さあ、新アリーナ、ドラゴン温泉、到達ですね。いやーで、7100でね、宝箱か。これでリトプリ手に入ったらもう勝ちですね。7500まで見えます。いや、目標の7000到達したかんな。次どこだろうな。まあ、7500か。8000、8000はやばいな。無敗8000はさすがに無理な気がする。不可能。不可能な気がするが。気がするが、7500ならね、ちょっとまだ可能性あるかな。さあ、アリーナ19。まあ、このセールもいらないな。何も用がない。さあ、行くか。まあ、こっからはもうね、気楽ですよ。7000来れたんだからな。え、しかもダガーガールさ、使ってるけど10だ。まあ、キングタワーは高いんですけどね。ダガーは低めですよ、と。いやー、これでゴブリン一発しか入んねんの渋いよね。たまんな、たまんな。踏むか。さすがに踏んで良さそう。メガナイトリットプリーだったり、まあ、メガナイトロキコのね、このカウンターの形が強いと思うんで。メガナイト来るかな、ワンチャン。おい！いや、来たーけど。禁忌します。やべ、あ、俺守ります。この状況でこのバルーンを一発ぐらい、いやでっか、危ねえ、ちょっと待って、怖すぎた。いや、エレキバルキリー持ってます。1450って守れるんかな。うわ、え、でもこれブラスターソー最強じゃね。おい、え、美味しすぎるこれ。何これ、4アド。いやー、マジ刺さんねえな。いや、俺はねこれ1400ちょっと守りたいな。ケツメがいっちゃってもいいし、まあ行かなくてもいいか。暇して、まず相手に、いやー、だいぶ暇してんな、あんたも。え、この矢の羽やばいかな。いや、相手そんなコストがあるわけではない。出してよさそうだな、これ。ボムでバルーンは止まります。ブラスターボムで。いやー、メガナイト痛いよな。これで8枚メガか。ちょっとよくねえか。バルキリー丸が。うん、そっち。めっちゃいい形組んでくるやん。
マジで怖いんだけど。あぶね、やぶね、マジで耐えた。うわあ、危ねえ、怖え。ちょ、バルーンは良くないんですよ、このデッキさ。バルーンはちょっときついんですよと。さあ、勝っていく。えっ、初めましてじゃない、フルカンスト。まあ、カンストではないけど、14レベルは。まあ、でもフル14。熱いね。さあ、7035。常に自己ベスト更新って気持ちいいね。さあ12、まあトルネ持ちじゃなかったら基本的に戦いやすいな。トルネがやだ。おお、やめて。うわ、マジで吐きそうだな今の。ウォールブレーカーの位置もロケコの位置も全てが悪かったな。いやー、こういうの良くないね。アイスウィズ、アイスウィズ、しかも12レベルだ、珍しいぞ。どうせなんか対応来ると思うんで一旦飛ばして。いやー、それ無視できんの強すぎん。うわー、やべ、あぶねえ。ちょ、マジで。よくない。流れが良くなさすぎる。なんで後ろからメガネで出したらペッカくんねん、ちょうど。ふぅ。いや、まあまあまあ。相手のデッキは分かってきたからね。こっから立ち回りを組み替えていけばいいんですよ。考えればいい、今から。アイスイズウィザード、アイウィズ来ました。これでもう一枚咲かす。なるほど。まあロケット方針、まあ柳目を持ってましたね相手。いやー、このボムタワーの突破方法をまず教えてくださいよと。いや、熱いんじゃね。ああ、いやー、ペック射程長すぎだろあんた。ですよね。ですよね。いやー、近畿かー、しょっぺーけど、まあ悪くもない。あのアイスイスのダメージですら俺は許されないんで、ウォールブレーカーはいらない。ロケコとゴブリンバレルが最強なんで、ここだけ多めに出していきたいな。え、待って、強すぎるやつおった。ロケット押し柳目耐えた、やばすぎる、予定外。しかも柳目耐えた、もう一回スキブよ。こんにちは。よっしゃー、はい、318年。いやー、でけえ。負け筋はまあペッカか。一回ちゃんと守れるか、守るか。いやー、まあ、メガナイトボム範囲、はい、マシマシ。あっちー。さあ、飛ばしちゃって。しっかりね、柳目は持ってますよ。おい、気持ちいい。てか、折れてないんかい。この 100% スケボーを溶かしてくれる。オッケー、柳目最高かよ。柳目ってなんか、こう見ると超強えやん。やなめなかったらね、攻め通ってないんでね。なんなら負けてます。
さあ、ナイス7060です。というわけで、今日はねちょっとここまでにしようと思います。いやー、無事7000来れてよかった。まあ、こっからはほんとね、どこまで行くかっていう話なんで、どこまで行けんだろうねどこまで行けんのかわかんないんですけど、まあ、ちょっと行けるとこまでね、はい、頑張ろうと思います。よければチャンネル高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。